皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。今回は Steam の新作紹介。プレイするのは日本時間では本日8月27日にリリースされた都市開発シムです。タイトルは A-30。変な名前なのね。日本語にすれば残り時間30分といったところでしょうか。舞台は23世紀の地球。21世紀に宇宙から飛来した流星群の衝突により人類社会は壊滅の危機に瀕しました。なんか最近どのゲームでも人類が危機に瀕してる気がするのよ。そして時は流れて23世紀。再び流星群が地球に向かっているとのニュースが入ります。人々は地球を捨てて宇宙に脱出することを決断します。しかしかつての流星群による災禍により都市の復興は進んでいません。この状況でプレイヤーは人類の指導者となり人々を宇宙に導かねばなりません。残された時間は30分。ここでタイトル回収ね。わずか30分という時間の中で畑を作り、資源を採掘し、家を建て、人を集め、荒れ果てた大地に都市を作り、そこで人類を救うためのロケットを開発します。それが本作の目的ですね。都市開発シムってさ、基本的にのんびりじっくりとプレイするもんじゃない？制限時間30分ってのは完全にそれと真逆なのね。都市開発シムの常識に真っ向勝負なコンセプトと言えるでしょうね。こういったコンセプト一本勝負な作品は結構好みなので前から気になってたんですよね。でもさ、そもそも30分で都市開発なんてできるのかしら？そのあたりは実際にプレイした方が早いでしょうね。早速始めましょう。まずはマップの選択。マップにより地形や資源量に差があるようです。今回はチュートリアル用のマップをプレイします。最初にバックストーリーの説明。これは先ほど説明済みですね。ビギンカウントダウンのパネルをクリックすると人類滅亡へのカウントダウン開始です。リアルに30分しかないのね。そりゃそうでしょう。タイトルでそう言ってるわけですから。それでは始めましょう。プレイ開始。左下のチュートリアルに従ってプレイします。最初は WASD での移動などの基本操作ですね。ちなみに画面表示は右上に残り時間、上部中央が救出可能な人の数、画面左に資源量、右が操作パネルとなっています。説明の間も時計の針は進みます。サクサクと都市開発を進めましょう。最初の指示は井戸の建設。操作パネルから農業を選択して井戸を建設します。井戸は範囲内の施設に対して水を供給します。井戸を建設。次の指示は農場を3軒建てること。同じく農業のパネルから畑を選択。畑には水が必要なので、先ほど建設した井戸の周囲に耕作地を作ります。耕作地を建設したので井戸から水の供給が始まりました。このまましばし待ちます。なんというかめっちゃシンプルなのね。30分一本勝負ですからね。都市開発シムでおなじみの研究ツリーすらないのね。そりゃ滅亡を前にのんきに研究してる余裕はありませんね。畑に十分な水が供給されたことで食料の生産が開始されました。これで都市に住民を迎える準備が整いました。ということで次は住宅の建設です。右の操作パネルから住宅を選択して基本的な住居であるキャンプを建設します。住居は食料を消費して肥料と労働力を生産。肥料は食料の生産に、労働力は生産施設の稼働で使用します。また、住居は道沿いにしか建設できないのでご注意を。住居を建設して住民が都市にやってきました。すっごいわちゃわちゃしてるのよ。次は生産施設の建設です。操作パネルから生産を選択。伐採場を建設して木材を生産します。木材石材はシムの基本よね。生産施設は対応する資源パネルの上にのみ建設が可能です。また、住民が施設に移動するために道路と接続する必要があります。森の上に伐採場を建設して道路をつなぎましょう。伐採場が稼働開始、木材の生産開始です。木材の次は石材です。伐採場と同じ要領で石材の生産を開始します。採石場を建設、石材の生産を開始しました。これでようやく最低限の準備完了なのね。次は見張り塔の設置。現在マップの大半は暗闇で覆われているため建設ができません。見張り塔を建てることでその周囲を照らし、都市を建設する範囲を拡張します。見張り塔も住居同様道路沿いにのみ建設可能です。見張り塔を建設して建設可能な範囲が拡大。次は撤去ツールの使い方。施設の建設は平地のパネルでのみ可能です。資源パネル以外に瓦礫や廃墟が置かれたパネルには建設できません。撤去ツールでこれらをクリアすることで建設可能なパネルにすることができます。
そして撤去時にはわずかながら資源を得ることもできます。広い場所が少ないマップだとまめに撤去することが重要そうね。とりあえずチュートリアルの指示に従い3つのパネルをクリアします。ちなみにパネルのクリアには少々時間がかかります。すぐに建設可能とはならないのでこの点もご注意。次は埋め立て地の建設。残された高層ビルにこの施設を建設することで高度な生産施設、そして最も重要なロケットの建築に必要な金属とプラスチックを生産することができます。伐採所と採石場と同じ要領で建設しましょう。埋め立て地を建設しましたが稼働していないようです。どうやら労働力が不足しているようです。労働力が足りない場合施設は休眠状態になります。施設からおねんねしてるみたいな表示が出てるのね。ですので住居を増やして労働力を増強。労働力が増えればその分消費される食料も増えますので食料の在庫にも目を配っておきましょう。労働力の問題が一応解決したので次はいよいよロケットの建設です。建設できるロケットは3種類。まずは最も基本的なロケットを建築します。基本的なロケットはコストは安いですが搭乗上限は400人。少な。ただし建設するだけで OK、 それ以外の資源は不要と大変リーズナブル。基本的なロケットを建設したことでサバイバーの数が400人に増えました。次がチュートリアルの最後、発展型ロケットの建築です。こちらの搭乗上限は12000人とビッグサイズ。桁違いの実力なのね。ただし乗員を乗せるために電力の供給が必要で建築に必要な資源の種類と量も桁違いです。特に現在生産できていない鉱物の生産が必要なので発展型ロケットの建築のためには鉱物の生産を始める必要があります。鉱物を生産可能な施設を確認しましょう。鉱物の生産が可能なのはこちら、発展型の埋め立て地。鉱物だけでなく多くの金属とプラスチックも同時に生産しますが、その分消費するコストも大きく労働力のみならず、電力の供給も必要になります。次はこの発展型埋め立て地を建設しましょう。発展型埋め立て地を建設して道路と接続、労働力と電力の供給が必要ですが、その前に別の一仕事、畑が枯れてしまい食料生産がストップしています。あ、畑って枯れるのね。そのため食料の在庫が枯渇寸前、枯れた畑を撤去して新しく作り直しましょう。再度畑を作りましたが食料が枯渇、労働力の供給がストップして全ての生産が停止してしまいました。こうなると食料生産が再開するまで待たねばなりません。これは痛いタイムロスなのよ。食料だけでなく木材や石材など全ての資源は有限です。資源がなくなればその施設の生産はストップします。ただでさえ30分しかないのに資源が枯渇するたびに作り直しってのは面倒ね。まさにこのプレイがそうなのですが、我々が普通の都市開発シムをプレイするときのように序盤は資源の生産と消費のバランスを取りつつ少しずつ都市を拡大していく、そのようなやり方ではなかなか大きなロケットの生産まで至りませんね。このゲームに合わせたやり方を考えなきゃいけないのね。まだファーストプレイなので全く勝手が分かっていない状態なのですが、食料や労働力は序盤からガンガン拡大していかないと最終的にサバイバーの数を稼げない気がしますね。住居の数を増やして労働力が満たされたので鉱物生産の再開、生産に必要な電力を供給します。現在施設は電力不足で稼働停止中、風力発電所を設置して電力を供給しましょう。親の顔より見た発電機。風力発電機を設置したことで発展型埋め立て地に電力を供給、金属、プラスチック、そして鉱物の生産を開始しました。あとは鉱物の在庫が溜まるのを待ち、発展型ロケットを建築すればチュートリアルは完了です。ですが待つだけというのも手持ち無沙汰ですので、ちょっと周囲を探索がてら建築範囲を広げていきましょう。なんかピカピカした何かがあるのよ。あれはリソースキャッシュですね。このパネルをクリアすることで大量の資源をゲットすることができます。ここでは石材1000、金属100、プラスチック200、鉱物50を得られますね。クリアしただけでこの数は嬉しいのよ。ことに鉱物50が最高ですね。鉱物は先ほど生産開始したばかりですから、これで発展型ロケットの建築が一気にはかどります。
建築に必要な資源が溜まりました。チュートリアルの最後である発展型ロケットを建築しましょう。ロケットを建築、ですがこれだけでは不十分です。発展型ロケットにサバイバーを登場させるには電力の供給が必要です。風力発電所を建てて電力を供給します。ロケットに電力供給を開始。供給されるごとにサバイバーの数が100ずつ増えていきます。これが上限の1台当たり1万2000まで続くことになります。こっちのロケットは作ってすぐにサバイバーの数が増えるわけじゃないのね。ですので時間切れ直前に建築しても十分な数を乗せられない可能性がありますね。コストが安く建築すればサバイバーの数が増える基本ロケット。収容人数が格段に多いがコストが高く登場まで時間がかかる発展型ロケット。これらを状況に応じて使い分けることも大事になりそうですね。そしてこれでチュートリアルは完了。発展型ロケット最初の1台を建設するまでに約12分かかりました。最初のプレイだからちょっと時間かかっちゃったのよね。慣れればかなり短縮できそうですね。それでは残り時間は約17分。さらに建設を進めてより多くの人類を脱出させてみましょう。それでは時間切れ直前まで飛ばしていきましょう。カットしてもよかったんだけどせいぜい残り17分だから、超高速倍速マシマシで進めていくのよ。残り時間1分を切りました。随分ロケットが増えたのね。現在サバイバーの数は約6万6000、建てられるだけ建ててみました。30分で都市開発なんて無茶な話だと思ってたけど、作りがシンプルだからなんとかなるもんなのね。都市開発シムを極力シンプルにした印象ですね。研究もなし、加工もなし、輸送もなし、必要なものだけを盛り込んだ内容です。こんだけ簡単にロケット作られたら、ファクトリオの運従時間は何だったんだって話なのよ。なんというか従来の都市開発シムとは全くデザインが異なる、スコアアタック型の都市開発シムと言えますね。シム系でスコアアタックってのは斬新なのよ。作りがシンプルな分プレイ感も非常にカジュアルです。30分と時間も限られているので非常に手軽にプレイできますね。まったりじっくりがっつりと都市開発したい処刑にはちょっと向かないかもね。むしろそんなプレイの合間の息抜きにぴったりな作品と言えるでしょうね。さて、人類滅亡まで残り10秒となりました。軽いノリの宣告なのね。サバイバーを乗せたロケットが次々と打ち上げ。プレイ終了。ファーストプレイでの結果は7万700人の生存でした。この数をいかに伸ばしていくかが腕の見せ所ですね。ちなみに本作リーダーズボードが実装されています。今回の我々の結果ですが、32位となりました。世界で32位ってのはなかなかじゃない。まだ発売直後ですからね。ちなみに現在のトップの成績ですが、なんとその数40万、これはすごい。6倍近い数字なのね。多分ワールドワイドなモサニキたちがこの数字をどんどん塗り替えていくのよ。世界トップを狙うなら今なのよ。さあ買え。露骨な押し売りはやめましょうね。すまぬす。ということで今回は Steam の新作紹介ということで、本日発売された制限時間30分がコンセプトの斬新な都市開発シム T-30 を紹介しました。スコアアタック型都市開発シムという斬新なスタイルで非常にカジュアルに楽しめる作品です。残念ながら日本語には対応してないんだけど、めっちゃシンプルなのでチュートリアルさえプレイすれば全くもう満タイなのよ。リリース直後のセールで9月3日まではお値段909円で販売中。都市開発シムモサニキたちにはぜひ世界トップを目指してほしいのよ。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。